すでに床で3連覇 16.450 という男子体操では天文学的な数字を出しました白井健三、はい、そしてもう一つの得意種目跳馬です、はい、白井の名前がついた技飛んできますね飛んできますね、最初の1本目に、自身の名前がついた、白井健三飛んでくると思います、はい、ユルチェンコの3回ひねりです、はい、今大会のポスターが白井の写真です自分が必要とされている責任感を痛切に思いましたと話した白井はい、はい、お願いします、練習から非常に安定した跳躍を飛んでいたので、はいきっと決めてくれると思います内村率いる最強の日本代表へ床だけでなく跳馬でも存在感を示せるでしょうか、はい、さあ白井キムヒュン3回ひねり飛んでてきました、はい着地を狙いに行ってましたねあそうですか、はい、着地を取れるということは余裕があるということですかそうですね、少し着地を狙いすぎて、前に一歩動いてしまったんですけども、はいそこは少し減点の対象になってしまうんですが、はい、しかし、余裕のあるいい跳躍だったと思います床面のロンダート跳びからの後転跳び3回ひねり、はい、白井キムヒュンです初めて世界で成功させ名前がつきました、はい、難しさは 6.0、しかしひねりがまた美しいですねそうですね出来栄えの E スコアも非常に楽しみですいやこうして後ろに手をつくだけでもバランスが難しそうな中3回ひねれる試合ですね、はいはい、まずは自らの名前の技を決めました白井ですD スコア 6.0 綺麗さ E スコア 9.25 15.250 ですさあ鈴田と小倉が平均で 15.40 15.55 超えるには2本目ドリックスはい、2本目まとめてほしいですね着地は止まった少し腰が落ちましたかはい、少し動きそうになったところ、はい低い着地になりながらもうまく着地を止めましたね、はいただ着地は止めてきました白井健三のドリックスです、はい、さあ2本目は技の難しさは少し低めの点数 5.6 のドリックスでしたが、はい、決まり具合はどうでしたでしょうかそうですね、他の選手がすごすぎて、はい見栄えが少し落ちてしまうんですけども、それでも、ドリックス着地まで止めて、いい跳躍だったと思いますはいシライのスコアが出ました E スコア 9.3 技の D スコア 5.6 で 14.900 日本平均 15.075 は5位です、はい、勝ったのは小倉ロペスハーフで見事3連覇を達成しました